今ねちょっと色がね同系統でほとんどやってるでしょ、まあ、もうちょっと色数を増やしたらね、だからそうそう赤いのとここの赤がこの紙の中に入ってもいいですね。でこういうのも入ってもいいし、あと緑が入ってもいい、もうちょっと色この緑がこっち入ってもいいね。もうちょっと色幅を使う、あとはなるべく、まあ、これ教室やってるのかどうか知らないけども、光の方向性をしっかり絞って面を変える、それで十分じゃないかな、ね、色がちょっと単調かなと思ってね。目をかけてんね。ねえ、うまくいったね。手の色も影の感じも悪くないね。やってたの？足がどうしちゃったの？足が、足がね、まだ手が切って、うん、細いし、形が違うね。ここは、この上はいいね、ここから上はね。足がね、本当にどうなってるか、実際は黒い靴下や、黒い靴なんだけど、で、コクウェイで思うんだから、どうなってるかよくわかんなかった。ちょっと投げやりなかった。いいね、色合いもいいしね。もうちょっと鮮やかな色がとっかあってもいいみたいな。鮮やかな色が。本当鮮やかっていうともうちょっと、うん、この紫の色もちょっとこう強くしてね。赤が強くするかもしれないしね。あと 目の顔がね、ちょっと上の頭が長いかなって感じがちょっとするけどね。最初の顔を大きく描きすぎて連絡してやり直ししたもんだから、ちょっと長いんじゃないかな、おかしくなっちゃって、子供だと赤ちゃんだとね、2分の1のとこが目線なのね。だから成人するといや目が上の目が上になるから、そうですね、ちょっとね、ちょっと上が長いかもしれない、はい、持ちます。あとはここは見た時にこっちはちょっと一部白くサッと抜いていいんじゃない、パッとこのものがサッと入って、